ちゃん。行きたいですよね。いきなりこう行き止まりみたいな。そこが頂点かみたいなイメージではなかったんですけど、そこはそうですね。でもまっすぐ行っちゃってもいいですよ。はい。タタタタタタタまで行っちゃって、そうです。それから、うん、じゃあ行っちゃいましょうかね。ここからっていう感じで行っていただいてもいいですね。ここまで行っちゃって、はい。ヨコちゃん、これさ、三拍瞑想の打ち直してるじゃん、下。それをね。それやめちゃおうか。それがね、もう一回打ち直すことによってね、タイミングがね、うまくいかないんですよ。F 以降のつながりのことを考えてなんでごめんねって言って。あ、じゃあやっぱりファラだけにして。そう、うん。タラ、ファラ、ファラっていうフレーズ。ちょっと中ちゃん、あの、はい、その。じゃあすいません。これね、どれを学ぶの？やっと絡んでたからね。見えるんですか、これ。あ、すごいな。じゃあまず、あの、いい頭から、F の頭のところ、F のその8部からインテンポで先に行くっていうのがいいか、さあさあ、
とだけこう、うん、なんていうの近すぎて痛い感じです、ね、それ異球的なことかリバーブ感かわかんないけどその、うん、すごいこうオンでこうタッチが重み強く感じる、うん、よろしくお願いいたします。いろんな音楽仲間から、ポーチューさんからなんかね、すごいその歓声が楽しい。ありがとうございます。皆さんも楽しんでいただけると嬉しいなと思っています。でこの音楽っていうのはユニバーサルランゲージというあのとてもあの素晴らしいあの表現があるんですけれども、ありがとうございました。皆さんぜひ絆ピアノを楽しんでください。大丈夫ですか？ありがとうございます。